収束、発散、術式反転、赤。基準点、出力最大、青。挙式、紫。はい、どうも皆さん、こちらです。サバじゃない、ちょっと百サバの方。やっていきたいと思います。本日はですね、こちらの100サバでね、一番早いキャラ、ちょっとね、決めていきたいと思います。いや、ちょっと一番早いキャラ、一体誰なんでしょうかね、ちょっとね、見ていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。俺と一緒に世界をひっくり返さねえ。さあ、まずはロジャーですね。緑ロジャーでいきましょうか。カウンセリー。さあ、緑ロジャーなんですけども。カウンセリー。さあ、いきましょうか。カウンセリー。ロジャーはね、ちょっと前に進んでしまうんで、うん、さあ、前に進んでロスタイムとかいろいろあったんで、タイムは58秒ということで、ちょっとね、ロスタイムあったんで、まあ仕方ないでしょう。では次行きましょう。さて、続いて白シャンクス行きましょう。カムサイシャンクス。カムサイシャンクスね、スキル1の、このカムサイでちょっとやっていこうと思います。たまらないときは、スキルを使って食べていきたい。過ぎて1分6秒になってしまったんですけど、まあ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 、これね。さあ、続いてオリンですね。オリンやっていきましょう。まずオリンはですね、ヘブンリーボンボン、まずはこれでいきます。これのフルゴラ、はい、フルゴラでいきましょう。フルゴラ、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 せよ、フルゴラ、
フルゴラ。少しね、ちょっとね、まぁ、ちょっとね、最後の KO できなくてます。1分22。さあ、続いてミニメットシャンクス行きましょう。なんか声出ませんが、まあいいでしょう。さあちょっとね、見せすぎてタイムがやばいかと思ってますけど、シャンクス、さあ、続いてルッチくんですね。ルッチくん行きましょう。ルッチくんといえばやっぱり、やっぱこれでね、KO するの、ね。Ah!
2分ぐらいかかっちゃったんですけど、何もお前だけじゃない、まあ、まあね、まあ80なんで、ね、まあ、100になったらマサノキが強いね、100目として一応。で最後ですね、最後はエンマゾウ行きましょう。さあエンマゾウ行くんですけども、少し解放しなきゃな。エンマゾウね、結構遅いっすね。ちょっと